はい、こんにちは、青と申します。これからスマホアプリ天下百剣山の実況を始めていきたいと思います。改めて1000万ダウンロードおめでとうございます。様々な1000万ダウンロードキャンペーンが来てますが、皆さん記念招集書はもう蜜月と交換しちゃいましたかね。まだもらってないって方は通常イベント特別任務のどれか一つをこなすとミッション達成報酬でもらえますので、必ず回収しておくようにしましょう。選ぶ蜜月は見た目で選んでいただくのが一番いいとは思いますが、中には見た目よりも性能で選びたいっていう方もいるんじゃないかなって思いまして、そこで今回は今から始めるのであれば、どの蜜月を選択すべきかを私の独断と偏見で選んでいこうと思います。反論やこちらの方がいいっていう意見ももちろんあると思いますが、とりあえず聞いていただければと思います。ランキング形式で5位から発表していきますので、よければ皆さんで当ててみてもらえたらと思います。ランキング選別基準はドーンと出した表の通りとなってます。オート性能、マニュアル性能、高難易度適正、得意技、奥義の5つから決めてます。その蜜月ごとの特殊行動はマニュアル性能と高難易度適正に含めて考えてます。またステータスは逃走移管でひっくり返ってしまうことと、極み開花は始めたばかりの方は難しいと思うので、共にどちらも重要視せず選んでいます。ではまず5位です。はい、山鳥家一文字さんとなります。標準タイプで癖がなく使いやすい初心者の方におすすめの蜜月となってます。得意技が広範囲に何枚かの羽を投げるのですが、一枚一枚当たり判定があって、それがしばらく残るので設置型のマナーとしても機能する優秀な得意技となってます。奥義は前方向の範囲攻撃でダメージ量も大きく使いやすいです。以上のことから、オート性能三角、マニュアル性能は丸、高難易度適正は丸、得意技は二重丸、奥義は丸としました。次に4位です。はい、大天狗サイエさんとなります。遠当てタイプで移動速度が速く、遠くへ通常攻撃が出せる扱いやすい蜜月となってます。得意技が前方の広範囲の敵を風で打ち上げてダメージを与えるもので、遠当てタイプの弱点である囲まれた際の対応が可能な点から、普通に優秀な得意技となってます。奥義が単体になってますが、得意技との兼ね合いで、ボスと雑魚のどちらにも臨機応変に対応が可能な点は、良いところかなって思ってます。以上のことから、オート性能は丸、マニュアル性能は丸、高難易度適正は丸、得意技は丸、奥義は三角としました。次に3位です。はい、泣き狐さんとなります。遠当てタイプで移動速度は遅い方ですが、通常攻撃がかなり距離まで届く遠当ての攻撃になってまして、かつホーミングもし、特殊行動でダメージを上げることも可能であるなど、オートマニュアルともに頼りになる蜜月になってます。得意技は離れた位置に移動し、移動先で敵を驚かして硬直を起こすものとなってますが、遠当ての弱点である近づかれた際の欠点をカバーできることから優秀な得意技となってます。奥義は自分を中心とした範囲攻撃で範囲が広いためとても役立つ奥義になってます。以上のことから、オート性能は二重丸、マニュアル性能は丸、高難易度適正は丸、得意技は丸、奥義は丸としました。次に第2位です。はい、風珍切光代さんです。疾風タイプで移動速度が速く、目にも止まらない速度で敵を倒し、かつ特殊行動のカウンターで敵の攻撃をさばいていくといった、オートマニュアルともに優秀な蜜月となってます。得意技は頭の髪飾りを投げて当たった敵を襲う技で、遠くから攻撃してくるタイプにもある程度対応が可能な、そこそこ優秀な得意技になってます。奥義は全範囲攻撃で、どのような場面でも役に立つため、とても優秀な奥義となってます。以上のことから、オート性能は丸、マニュアル性能は二重丸、高難易度適正は二重丸、得意技は丸、奥義は二重丸としました。最後に1位です。はい、鳥海雷国継さんとなります。遠当てタイプで移動速度が速く、通常攻撃が前方向へ広く攻撃が可能で、特殊行動でホーミングも可能、さらに攻撃速度も速いと性能を盛りに盛った、オートマニュアルともに超優秀な蜜月です。得意技はジャンプして攻撃しながら移動もできる技になってまして、緊急回避と攻撃が同時に可能と、こちらも優秀です。奥義はカウンターなので攻撃を受ける必要はありますが、全体範囲攻撃であるなど優秀な奥義になってます。以上のことから、オート性能は二重丸、マニュアル性能は二重丸、高難易度適正二重丸、得意技二重丸、奥義は丸から二重丸としました。はい、以上になります。
当宛てはですね、闘争が揃うまでは大変なので、強撃の方が最初はいいよって言われることは多いんですけど、正直最初はスーパーレアの腕輪でも十分こと足りますし、最後は攻撃を受けずに倒すっていう当宛てタイプを使う機会が多いなっていうふうに私は思ってまして、そういう意味で、当宛てタイプをランクインさせてます。基本的にどの御剣でも大体のステージがクリアできるのが天下百剣山の良いところではありますし、ですね、そういった意味では、まあ、こう、性能で決める必要はないかなっていうふうには思うんですが、でも、まあ私が今から始めるのであれば、そして召集書を使うのであれば、先ほどの御剣を選ぶだろうなって思って話しただけなので、まああくまで参考程度に聞いていただけたら嬉しいです。それでは、これで失礼いたします。始めたばかりの方への動画やガチャ動画などを定期的に投稿してますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。それでは、さようなら。